シャーデンフロイデの心理について。皆さんこんにちは。今回の世界じっくり機構はシャーデンフロイデの心理について紹介していこうと思います。シャーデンフロイデとは、シャーデンフロイデ、ドイツ語単語でシャーデンフロイデと綴ります。シャーデンは損傷、害毒の意味で、フロイデは喜び。直訳すれば損傷による喜び。何かが壊れてなんで喜ぶんだとは言わないでください。この時壊れるのは他人の成功であり、喜びであり、誇りであり、幸福なのです。そしてその不幸を喜ぶのは、その他人の成功が、幸せが、妬ましく、羨ましく、称賛を浴びるのが許せない誰か。その立場を失い悲嘆に暮れ、絶望に打ちのめされるのが見たくてたまらない誰か。そう、つまりあなたや私を含むほぼ地球上全ての人間が持っているざまあみろの心、これをシャーデンフロイデと呼びます。この不幸になる他人が地球の裏側に住んでいる、どこの誰ともわからない、一生関わることもない人間なら、その人が褒められようがけなされようが別に悔しくも嬉しくもありません。ここ大事ですよ。自分がよく知っている人間、何らかの利害損得関係にある人間、もしくは誰もが知っている有名人が対象です。当然家族、身内、隣近所、会社の同僚、学校の同級生を含みます。普段友達面をしてるけど本当は気に食わないやつ、あなたが得られたはずの賞賛をかっさらい、あなたが手にするはずの報酬を横取りする、そんな人間が悲嘆に暮れているからこそ喜びたくなるものです。目をそらさないでください。負の感情です。できれば知らない顔をしておきたいでしょう。しかし確かに誰の心にもある感情なのです。日本語で言えば、他人の不幸は蜜の味、隣の貧乏カモの味。ギリシャでは古代ギリシャ語にすでに登場し、スウェーデンでは16世紀後半か17世紀前半には使われていました。フィンランド、ハンガリー、オランダ、フランス、もちろん英語にも損傷、喜びの意味を組み合わせた単語として登場します。シャーデンフロイデが生じるとき、シャーデンフロイデの発生状況について3つの定義が提唱されています。 1. 他者の不幸の原因がその人間の間抜けなしくじりであれば、一番留飲が下がる。天災などの防ぎようがない事態ではそれほど気分は良くならない。さて、この意見には賛成しかねますね。原因が何であれ、結果往来じゃないでしょうか。要は標的の人間が不幸な状況に陥ればそれでいいわけです。2. 他者の不幸がそこまで深刻ではない、悲惨な死を遂げられてはこちらも目覚めが悪い。確かにあまりにもひどい状況では、自分が直接手を下したのではないにせよ居心地が悪くなります。 3. 他者の不幸を生じさせた直接の原因が自分ではない、正面切ってやっつけに行くのではないのです。それはリスクが高すぎます。成功者は大体一般人より強大です。そこまで能動的ではありません。ただ大勢の中の一人としてならバッシングに加わるのは一向に構いません。なぜこんな感情を持ち合わせたのか。いやしい感情だ、私には無関係の話だなどと人ごとにしないように、ほぼ全ての人類が持ち合わせている感情です。しかし人間が備えているもので、生きるために無駄なものはないと言います。何の役に立つんだ状態の盲腸でさえ重要な役割を果たすことが最近分かってきました。腸内細菌のバランスを正常に保つための免疫細胞の生産に欠かせない器官だそうです。人類が大昔から五臓を大事に持ち続けてきたシャーデンフロイデ、何らかの意味があるはずです。他人の不幸を喜ぶ心は、逆に言うと一緒になって落ち込んだりせずに喜んでしまえる心なのです。喜びは当然心地よいもの、これは脳に組み込まれた仕組み、脳からのご褒美。共同体の中で一人だけ突出して利益を得ている人がいるとき、
その人間は他の人々が当然手に入るはずだった利益を独り占めにしている可能性が高いのです。その投資者は得た利益に見合うだけの時間や労力を共同体に提供せず、結果だけ持ち去っているのです。他人が提供した時間と労力にただ乗りして、美味しい果実だけを手に入れている人間なのです。当然周囲の人はバカバカしくなって、自分も共同体に対して時間労力を提供しなくなります。やってられっか状態ですね。この状態を調整もせず放っておけば、その共同体から一人抜け、二人抜けして、やがては崩壊してしまうでしょう。これを防ぐために、一人勝ち人間を寄ってたかって叩き、その座から引きずり下ろそうとします。脳はその行動が成功した時に、それを悔いる心ではなく、心置きなく喜べる感情を与えます。引きずり下ろし行動を正当なものとし、結果、共同体の崩壊を防ぐのです。我々ホモ・サピエンスが、他の肉体能力に勝る原始人類を抜き去って生存競争に勝ち残れたのは、大きな共同体を作れたからこそなのです。共同体を作り、情報の共有、交換、蓄積、進歩に励んだからです。この強みを手放してはいけません。共同体は人類の大切な宝です。引きずり下ろし行為は危険な思想、行動だとおっしゃるのは勝手ですが、一党独裁、一強多弱が続けば、社会はろくなことにならないのは証明済み。引きずり下ろされるのがお嫌なら、そうなる前に独り占めした報酬を共同体や還元なさればよかったのです。為政者はこれを利用する。本来まとまるべき共同体なのに、内部に不公平感や閉塞感が高まって緊張状態になった時、それを解消する手っ取り早い方法は、集団外部に共通の敵を作ることです。これは古来為政者が取る散々使い古された手段です。つまり一番効果的ってことですね。これを為政者に操られ、一国の運命を狂わされたのがドイツです。第一次世界大戦での敗北により、不当に重い戦争賠償金と軍事的制約を課せられたドイツ。賠償金支払いの経済的圧迫により、ドイツ国内は凄まじいインフレーションに襲われます。栄養失調の子供を抱え、身内、知り合いにも自殺者が出る中で、それでも優秀で勤勉なドイツ国民はへこたれませんでした。歯を食いしばり、賠償金を支払いながら産業の立て直しに努め、1920年代後半にはなんとか先の見通しもついてきたのです。しかしここでさらなる不幸がドイツを襲いました。アメリカ・ウォール街を震源地とする世界恐慌です。なんとか立ち直り始めた矢先の追い打ちは、人の心を暗く閉ざします。もう頑張れない。なぜ我々だけがこんな目に遭わなければならないのか。絶望した国民の心にナチスの主張はスルリと入り込みました。不満の吐け口として、生贄の羊を求める心にユダヤ人が差し出されました。我々が当然受け取るべき富をかすめ取り、貧困と絶望の中に突き落とす連中、奴らをこれ以上のさばらせておいていいのかってわけです。ナチス政権はドイツ国民が心の内に押し込めていたシャーデンフロイデを解き放ったのです。しかもそれは卑しい心でも何でもなく、優秀で神に選ばれたゲルマン民族の血をユダヤの血で汚さないようにする崇高な行いであるとお墨付きを与えました。一度ついた勢いは止まりません。結果がどうなったかは世界が知っています。他人に操られてはならない心の闇。シャーデン・フロイデは共同体の崩壊を防ぐために人間の脳に備わった仕組みだと申し上げました。しかしそれを他人に勝手に操られてよいわけではありません。どんな負の感情であろうと自分のものです。自分の意識のコントロール下に置かれるべきです。やすやすと他人に手渡していいように操られる愚だけは避けたいものです。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらのボタンからチャンネル登録できますので、
もしよかったら登録よろしくお願いします。あと、こちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。